俺の名前は高橋舞一郎、弥勒組で下っ端ヤクザをしている29歳だ。月曜日の朝は事務所で朝礼が行われる。今日は高橋から報告があるそうだ。高橋、早くしろ。はい、ありがとうございます。若頭に言われ、俺は前に出た。私事ではありますが、この度結婚をすることになりました。すでに式は済ませており、婿入りをしたので名字が高橋に変わります。これからより一層組のために励みますので、よろしくお願いいたします。俺はそう言って会釈をすると、後ろに下がろうとした。他のヤクザから興味なさそうにパラパラと拍手が起きる。待てよ、挨拶はそれで終わりなのか？もう少し話そうじゃないか。だが若頭が言葉を発すると、拍手がパタリと途絶える。末端ヤクザのお前が結婚だって？めでたい話だが面白いな。バカにしたように笑う若頭に、俺は眉を潜めた。俺が結婚することの何が面白いんですか？だってよ、収入も少ないお前が結婚なんて意外でな。ヤクザとしての才能は皆無だが、女の扱いだけは上手いみたいだな。大声でバカにするように言うと、ヤクザたちが釣られるように笑う。若頭は先代組長のつてで、弥勒組に入った俺がもともと気に入らないようだった。結婚の話は俺をバカにするいい機会だと思ったのだろう。女の扱いよりも先にヤクザとしての仕事を覚える方が先じゃないか。頭の言う通りだと同情する声が上がり、俺は気分が悪くなる。祝ってほしいとは思っていなかったが、せめて放っておいてほしかった。報告は以上です。ありがとうございました。俺は若頭にも他のヤクザにも言い返さずに、挨拶だけして下がろうとした。俺がまだ満足してないぞ。相手の女について教えろや。どんな女か話せ。どんな女って、普通の方ですよ。静かに椅子に座る女組長の方を少し見て、若頭に視線を戻すと、俺はそう言った。普通って、お前みたいな下っ端と結婚する女なんて、ろくでもないやつだろ。ゲラゲラと笑う若頭の顔、俺はじっと見つめた。あまりそんなことを言うと、後悔すると思いますよ。そう言って、座っている弥勒組の組長の方をもう一度見た。彼女は腕を組んで、無表情でじっと若頭を見ていた。ああ？何を偉そうに言ってやがるんだ、下っ端風情が。そう言いながら若頭は俺の視線の先をたどって組長を見る。彼女の機嫌が悪そうなことに気がつくと、取り繕うように若頭がへらりと笑った。すみません、組長には退屈な話でしたか。すぐにやめましょうか。いいから続けなさい。組長は一言だけ発すると、再び黙り込んだ。組長の許可が出たぞ。それじゃあまず、どこで出会ったんだ？それから年齢は？答えなければ終わらないと俺は察して、ため息をつく。妻は幼馴染なんです。だから生まれてすぐに出会っていました。それから年齢ですが、俺よりも3歳年上なので32歳です。なんだよ、年間のババアかよ。どうせ気遅れだろ。お前と結婚した理由がまずは一つ分かったな。バカにするように笑う若頭だが、彼は今年38歳だ。32歳でも頭よりは年下ですよね。男の俺はいいんだ。30歳過ぎた女は俺には女に見えないからな。若頭の言葉を聞いて、ピクッと組長の頬が引きつるのが見えた。それくらいにしませんか。俺の結婚の話で時間を取るわけにはいきません。組長の表情が見える俺が話題を変えようとするが、若頭は意地悪な表情で首を横に振る。
まだ聞かせろよ。歳は分かったが、どんな顔をしているのかが知りたい。顔は美人だと思います。美人？そんなわけないだろうが。下っ端ヤクザと結婚する32歳だぞ。大げさに肩をすくめて言う若頭に、組長の頬がさらにピクピクっと引きつる。どうせ見られないような容姿をしてるんだろう。美人ってのは俺の女みたいなやつを言うんだ。女としての魅力のない容姿をしているから、お前みたいな価値の低い男と結婚するんだからな。ちょうど組長に背を向けて話す若頭は、彼女の変化に気がつかないようだ。若頭が話せば話すほど、組長の表情がこわばっていく。女性としての魅力は十分にある人です。これ以上悪く言わないでください。これ以上話を続けるのはまずい。そう思った俺が若頭に言った。しかし若頭はニヤニヤとしながら俺をいたぶるように口を開く。だからよ、お前みたいなやつと結婚する女に価値があるわけないだろ。分かってねえな。女ってのは若さと見た目が良くないとダメなんだ。お前の結婚相手はその両方が悪いんだろ。だからお前と結婚するんだ。妻の容姿が悪いと決めつけて侮辱する若頭。俺の妻を貶めることで俺に嫌がらせをしているのだ。若頭のタイプではないかもしれませんが、彼女は見た目以外も素敵な人なんです。俺は女性の価値は若さと見た目だけだなんて思っていませんから。結婚するなら内面が一番重要じゃないですか。あまりにもひどい発言についカッとなって言い返してしまう。生意気な口叩きやがって。女を選べる立場じゃないからそんなこと言ってんだよ。ドンと俺の肩を突き飛ばす若頭。誰でも自由に選べる立場なら若くて可愛い姉ちゃんと結婚したいだろ。座り込んだ俺の顔に若頭が自身の顔を近づけて尋ねた。いえ、誰でも選べるとしても俺は今の妻を選びます。まあ結婚するお前はそうとしか言いようがないよな。わかった。お前もしかしてブサイクな女が好きなのか。若頭以外のヤクザは組長の機嫌が悪くなっているのに気がついたようだ。同調して笑うのをやめて神妙な顔で黙り込んでいる。だが俺をバカにすることに集中している若頭は部屋の空気には気がついていないようだ。嫁ブスだろ、写真見せろよ。しんと静まり返る部屋で若頭のバカにしたような声が響く。その言葉を聞いてついに耐えかねたように組長が立ち上がった。そしてゆっくりと若頭の後ろまで歩くと背中越しにギロリと睨む。若頭、もうその辺にしましょう。やばいですよ。やばいのはお前の嫁の顔だろ。俺今すごいうまいこと言ったな。そう言って周りに同意を求めるが、ヤクザたちは笑わずにうつむくだけだ。お前らどうしたんだ。さっきまで笑っていたじゃないか。今日の俺の冗談も面白いだろうが。ほら早く笑えよ。ヤクザたちの反応にイラッとしたのか、若頭が吐き捨てるように言った。その間もただ黙って組長は若頭の背後に腕を組んで立っている。今にも怒りが爆発しそうな組長だが、若頭はまだ気がつかない。頭、本当に気がついていないんですか。俺からははっきりと組長の顔が見えており、非常に気まずい。はあ、さっきからなんだよ。何も起きていないだろうが。勘の鈍い若頭に俺は思わず頭を抱えた。後ろ。あ？後ろってなんだよ。俺がそう言って背後を指さすと、やっと若頭が後ろを振り返った。
組長、いつの間に、さっきまで椅子に座っていたじゃないですか。少し前からここに立っているわよ。あなただけよ、気がついてなかったのは。びっくりするじゃないですか。やめてくださいよ。鬼の形相で立つ組長に、慌てた様子の若頭。黙って聞いていれば、よくも好きかって言ってくれたわね。全部聞き流してあげようと思っていたけれど、さすがに耐えられなかったわ。何の話ですか。俺にはさっぱりわかりませんが。仁王立ちの組長は自身のポケットからスマホを取り出した。そして何かの操作をすると、若頭へとスマホの画面を突きつけた。突きつけられたスマホをいぶかしそうに若頭が見る。写真見ろよ。私がブスなのね。そこに写っていたのは二人の男女が幸せそうに笑う結婚式の写真だった。ウェディングドレスで笑顔を浮かべる組長とタキシードを着た俺が写っている。え、組長とこいつどういうことですか。目をパチパチとさせながら若頭が混乱したように言う。見ての通りよ。私と前一郎が写ってるでしょ。それじゃこいつの言う結婚相手って。驚いた若頭は何度も画面と俺たち二人を見比べる。私と前一郎が結婚したの。私が彼の結婚相手よ。俺の結婚相手は弥勒組の組長である綾香だった。何を言ってるんですか。冗談ですよね。笑えませんよ。乾いた笑みを漏らした若頭だが、綾香は険しい表情のまま若頭を見つめる。私はこんな面白くもない冗談を言わないわ。事実よ。そんな、それじゃ本当にこいつと結婚したんですね。綾香の言葉に若頭が呆然とした様子でつぶやいた。ろくでもない豊島のババア、生き遅れ、価値がない。指を一本ずつ折り曲げながら綾香が思い出すようにゆっくりと言う。その発言は。身に覚えがある若頭はさっと表情を青く染めた。全部あなたが私に対して言ったことよ。ははブスとも言っていたわね。残った小指も折り曲げて言うと、若頭は焦ったように口を開く。すいません、まさかこいつの結婚相手が組長とは思わなかったんです。分かっていたらそんな失礼な発言はしていませんよ。私の夫こいつ呼ばわりするのはやめてくれる。はい。高橋がまさか組長と結婚するとは。言い直した若頭は綾香に頭を下げた。俺の発言は全て撤回します。組長は美しいですし素晴らしい女性です。若頭の言う通り、怒っていても綾香は美しい女性だった。もちろん美しいと言われても彼女の怒りは収まらない。撤回して済むと思っているの。それから私が怒っているのはそれだけじゃないわ。高橋に対する暴言や横柄な態度を改めなさい。高橋に対する態度ですか。ええ、彼はまだ下っ端ではあるけれど私の夫になったの。組長の配偶者を部下が軽んじていいはずがないじゃないの。しかし彼は部下ですから。俺が下手に出れば他に示しがつきません。確かに少し乱暴な扱いをしているかもしれませんが。焦ったように言い訳をする若頭に綾香は静かに首を横に振る。部下に対する適切な態度ではないでしょう。八つ当たり、暴言、これらをやめろと言っているの。簡単なことよね。そうですね。これからは気をつけます。言い逃れできないと思ったのか、若頭はその場に土下座をしてそう言った。
申し訳ありませんでした。さらに謝罪を口にするが、彩香は一別しただけで前を向いた。それじゃ、改めて私からみんなに発表するわ。ふうと息をついた彩香。俺は土下座をする若頭の顔をなんとなく見た。土下座をしながら顔だけを動かし、彼は俺の方を見ていた。その目は嫉妬なのか怒りなのか、メラメラと燃えており、俺は思わず目をそらす。私はここにいる高橋舞一郎とこの度結婚しました。彼はみんなの知っている通り、まだ下っ端のヤクザよ。結婚をするからといってすぐに幹部に昇進させることもしない。今までと変わりはないから安心してちょうだい。組長が下っ端ヤクザと結婚したことに周りのヤクザたちは驚きを隠せないようだ。しかし戸惑いながらも小さな拍手が沸き起こった。その中で若頭だけは正座しながら拍手せずに俺を睨みつける。組長、先代からの許可はもらっているんですか？もしも認められていないんなら、俺も彼を認めることはできません。当たり前じゃない。父である先代も舞一郎のことは認めているのよ。そうですか。先代が認めたことなら俺は何も言えませんね。ギリッと奥歯を噛んだ若頭は悔しそうに言った。俺と彩香が結婚したと発表をしたこの日から、他のヤクザたちの態度が一変した。今までは任されていた雑用も他のヤクザたちが手伝ってくれるようになった。また話しかけられることもなかったが、今では気さくに声をかけてくれる人が増えた。若頭に気を使っていたため、今まで俺に話しかけなかったと数名のヤクザは教えてくれた。そして1ヶ月後。運転手と連絡がつかないな。仕方がない。事務所の最寄り駅で車を待っていたが、なぜか運転手と連絡が取れない。組長の夫ということで誰かに狙われるかもしれないと彩香が運転手をつけてくれたのだ。まあ歩いても大体15分くらいだろうし、歩くか。俺は諦めて一人で事務所まで歩くことにした。駅を出て少し歩くと、俺の前で黒塗りの車が止まった。来てくれたか、遅かったな。俺はそう声をかけて車に近づくと、中から若頭が降りてきた。頭、どうしてここに？うるせえ、お前が悪いんだからな。恨むならお前の行動を恨めよ。そう言って若頭が俺の後頭部を突然殴りつけた。急なことに抵抗もできず、そのまま何発も後頭部を殴られる。どうして何をするつもりですか？俺は意識が朦朧としながら若頭に尋ねる。若頭はその質問に答えず、俺はそのまま意識を失った。バシャンと水をかけられ、体が濡れるのを感じた。ここは一体？目が覚めると同時に後頭部がズキズキと痛んだ。よう、お目覚めか。なかなか起きないから起こしてやったんだよ。目の前にはバケツを持ってニヤニヤと笑う若頭。どうやら彼が俺の頭に水をかけたようだ。こんなところに連れてきて俺をどうするつもりなんですか？体は椅子に縛られて固定されており、身動きが取れない。場所は見たこともない廃工場だった。人の気配は全くなく、助けを呼んでも無駄そうだ。最近は周りの奴らからチヤホヤしてもらって楽しそうだな。チヤホヤだなんて、働きやすくなっただけですよ。
仕事量としてはむしろ増えており、嫌がらせを受けずに働けるようになっただけだった。彩香も俺を特別扱いすることなく、事務所ではほとんど会話はない。今日はお前に言いたいことがあってな、ここまで来てもらったんだよ。早くしてください、俺には頭に話はありませんから。はあ、怖い怖い。組長の旦那になったからって調子に乗っているのか。俺はな、もともとお嬢が組長になったことが許せないんだよ。彩香をお嬢と呼ぶ若頭は過去を思い出すように遠い目をした。もともとお嬢が若頭、俺が若頭補佐をしていたんだ。それはいい。だが女が組長になるのはおかしいだろ。先代に言ったが聞き入れてくれなかった。それが俺をここに連れてきたことと関連があるんですか。せっかちだな。お前みたいなやつのどこが良かったんだか。お嬢は男を見る目がないみたいだな。肩をすくめた若頭が俺をじとっとした目で見る。お嬢が組長になってしまったのなら俺と結婚するはずだと思っていたんだ。歳だってちょうどいいだろ。地位だって若頭の俺の方がお前よりもふさわしい。ギリッと唇を噛んだ若頭、その唇から血が顎へと流れる。お嬢は俺の女になるんだ。そうすれば弥勒組も俺のものになる。それなのにお前みたいなやつが横取りをしたんだよ。ガンッと椅子の足の部分を若頭が蹴り、椅子ごと俺は床に倒れ込む。1ヶ月様子を見ながら考えたんだが、いいことを思いついてな。今からでも俺の方が魅力的だと組長に理解をさせるためにはお前が邪魔なんだ。狂気じみた顔で俺を見る若頭にゾッとする。邪魔って消すつもりですか。ああそうだ、お前が消えて悲しむ組長を俺が慰めてやるよ。お前みたいなやつに騙された女だから手玉に取るのは簡単だろ。すぐに向こうから俺と結婚したいと言い出すはずだ。にたりと笑う若頭は本気で俺を消して組長と結婚できると思っているようだ。俺が消えたとしても彩香は頭と結婚はしないと思いますよ。うるせえな、やってみないとわからないだろう。雲の上から指くわえて見とけよ。ケラケラ笑う若頭は正気には見えなかった。確かに彩香と結婚をしたのは下っ端の俺です。でも彼女はあなたを若頭から降格させるつもりはありません。俺が今後出世したとしても最後まで組のナンバー2である若頭の部下で終わります。これからも若頭でいられるのにその地位が不満なんですか。これは事実だった。彩香と話をしたが、あくまでも若頭を変えるつもりはないと。先代から弥勒組で働く若頭を弥勒組から追い出すつもりはないと話していたのだ。偉そうに説教しやがって。俺が若頭の地位にいるのは俺の実力だ。お前みたいな下っ端が俺よりも立場が下なのは当然のことだろうが。そう言うと切れた若頭が拳を振り上げた。俺は椅子に固定され横になっているので、その拳を避けることはできない。やめてください。黙れ。お前と話をしようとした俺がバカだった。俺に舐めた口を叩けないようにしっかり教育してやる。若頭は何度も拳を振り上げ、俺の頬や肩、首などを殴りつけた。俺はひたすら目を閉じて痛みに耐えることしかできない。どれくらいの時間が経っただろうか。痛みに顔をしかめながら耐えていると若頭が動きを止めた。はあはあと荒い息をする若頭は突然大きな声で笑い出す。こんなやつ殴る価値もないじゃないか。俺は何してるんだ。そう言って笑った若頭は俺の顔を見た。ブサイクな面だ。
そんな顔でどうやって組長をたぶらかしたんだか。そう言うと懐に手を突っ込んだ。もうこれ以上話す必要はない。お前が消えた後は俺がうまくやってやるよ。茶化を取り出すと若頭は俺の頭に突きつけた。額に押し付けられた茶化の冷たさに俺は心臓がひっくり返りそうだった。若頭が俺を消せば組長は必ず事実を突き止めますよ。そうなれば結婚どころの話ではありません。組長の配偶者を消した人間を弥勒組に置いておくはずがありませんから。言いたいことはそれだけか。何のためにこの場所を選んだと思ってるんだ。誰にもバレずに何人も消したことがあるんだよ。組長のことは俺が可愛がってやるから安心して天国に行ってこい。彩香に手を出したら絶対に許さないからな。そう言って俺がギュッと目を閉じると目の前がパッと明るくなった。仙台組長。驚いたような若頭の声が聞こえ、額に押し付けられた茶化が離れたのを感じた。舞一郎、ここにいたのね。焦ったような彩香の声で目を開けると、すぐに彩香が俺に駆け寄った。よかった、無事で。あなたのスマホの GPS を見てすぐにここに駆けつけたのよ。わ、 GPS？そんなものつけられていたのかと驚くと、彩香はテヘッと舌を出した。仙台、どうしてここにいるんですか。上だ。お前にはがっかりしたよ。娘を支えてくれると思っていたのにな。仙台と呼ばれているのは彩香の父である弥勒組の初代組長だ。若頭は先代から親子杯をもらってヤクザの世界に入ったため、先代には頭が上がらない。若頭として組長をしっかり支えています。それならこんな廃工場で組長の夫に何をしているんだ。怒りをあらわにする先代に若頭はその場で土下座をした。俺からも先代に聞きたいことがあります。ずっと聞けなかったことです。なぜ組長にお嬢を指名したんですか。なぜ俺ではダメだったんですか。そこまで言うと若頭は彩香に寄り添う俺を指さした。どうして組長の結婚相手としてあんな下っ端のヤクザを許したんですか。先代は、はぁ、とため息をついた。お前は俺が可愛がってきた子分だ。だがな、組長にしなかったのには理由がある。お前は下の人間に横柄で、出世欲が高すぎた。お前は現状では満足ができない男なんだ。そんなお前を組長にしたら、弥勒組を破滅に導く未来しか見えなかったんだよ。冷静で保守的な彩香を組長にして、お前をうまくコントロールして欲しかったんだ。そんな、俺は組長になっても大丈夫でしたよ。初めて聞く先代の言葉に、若頭は動揺しているようだった。それから、彩香と舞一郎くんの結婚をなぜ許したのかだったな。舞一郎くんは知り合いの子で、幼い頃から俺もよく知っている。彼なら彩香の内面のサポートができると思ったからだよ。彩香と結婚した舞一郎くんは俺の息子同然だ。だから手を出したことは到底許せん。恐ろしい顔で凄む先代にぐっと若頭が押し黙る。話をしている間に彩香は俺の縄を慣れた手つきで切ってくれる。そして若頭の足元に転がっていた茶化を手に取ると俺の元へと戻ってきた。はい、舞一郎、好きにしてもいいよ。
え？好きにしてもいいって言われても。とっさに両手で茶化を受け取り、俺は若頭を見た。ああ、舞一郎君が打ちたいなら打ってくれ。こいつは俺の子分であったが、もう俺は面倒を見てやれない。嘘でしょ、先代俺を見捨てるんですか。慌てた若頭が先代にすがるが、ふんっと鼻を鳴らして先代が無視をする。それじゃあ頭、今度は俺の番ですね。そう言って俺は若頭の額に向けて茶化を構えた。これだと外しそうなので、さっきの頭みたいに直接当てて打ちましょうか。冗談やめろよ。な、こっちに来るな。後ずさりする頭の額に俺は茶化を押し付けた。最後に言い残したいことはありますか。最後だなんてやめてくれ。頼むから打たないでくれよ。ブルブルと情けなく震える若頭はとても哀れだった。最後の言葉は特にないんですね。それではさようなら。引き金に手をかけ、ぐいっと茶化を強く額に押し付ける。やめろ。ぎゅっと目を閉じた若頭は叫び、そしてツンと鼻につく匂いがした。頭漏らしたんですか。38歳にもなって恥ずかしいですね。若頭は股部分をぐっしょりと濡らし、失禁したようだった。カッと顔を赤くした若頭に俺は呆れたように肩をすくめる。打ちませんよ、俺はね。そう言って綾香へと茶化を返すと、安心感からか若頭の目に涙が浮かんだ。助かった、これでおしまいだ。よかった。ブツブツと嬉しそうにつぶやく若頭に、険しい表情の綾香が声をかけた。助かったですって。あなたのことをこのまま生かしておくわけがないじゃない。どうしてですか。若頭が組長の配偶者に手を出したのに、そのままにはできないでしょう。残念ながら弥勒組は今組長派と若頭派で分かれているわよね。内部抗争が起きてしまう前にあなたを処分しようと思うの。待ってくれ、内部抗争なんて起こす気はない。俺は若頭の座で満足していますから。部下たちにだって組長には逆らわないように伝えますよ。だから助けてくださいよ。その言葉はあなたが舞一郎をここに連れてくる前に聞きたかったわ。もしもそうしてくれていたら、あなたは明日も元気にお日様のもとを歩けたのにね。震える若頭の肩をポンポンと綾香が叩く。あなたいい場所を知っていたわね。とっても便利だわ。この廃工場ですか。そうですね、この場所も組長にお譲りしますよ。あなたを処分するにはうってつけの場所ね。誰にも知られずに処分ができそう。弥勒組の他の部下に知られても少し面倒だもの。周りを見てニヤッと笑う組長に恐怖で若頭の顔が歪んだ。それじゃあ今度こそさようならよ。私は躊躇しないから。あなたは明日から行方不明になるのよ。待って、待ってください、話をしましょうよ、ね、え。茶化を若頭に突きつける組長、その目は真剣で本気で打とうとしているとわかる。先代、どうか俺のことを助けてください。組長に辞めるように言ってください。俺は優秀な男です。これからも弥勒組のために頑張りますから。お前を組に残す方が弥勒組のためにならない。残念だがな。若頭の地位に満足して綾香と組のために頑張ってくれていればな。今からでもやってみせます。もう手遅れなんだよ。これ以上お前にしてやれることはない。
助けを求めた先代に拒否をされ、ポロポロと若頭は涙を流した。高橋頼む、俺のことを助けてくれ。お前しかいないんだよ。さっき撃たなかったということは俺を消したくないってことだろう。泣きながら若頭は俺を見つめる。俺を嫌っていた頭に助けを求められる日が来るとは思いませんでした。俺は頭のことは特に恨んでませんよ。だったら助けてくれるよな。俺たちこれからはうまくやっていけるはずだ。希望に目を輝かせた若頭だが、俺は首を横に振る。弥勒組の今後のために若頭がいると不都合なんです。若頭はきっと組長の座も綾香のことも諦めることはないでしょう。弥勒組のことを思って黙って消えてください。そんな、やだ、俺はこんなところで終わりたくない。叫んだ若頭が立ち上がろうとしたので、俺は素早く近づいて無理やり床に押し付けた。無様に転んだ若頭はしたたかに顔面を床に打ちつけたようだ。痛い、頼むから許してくれ。暴れる若頭の背中に乗るようにして身動きできないように体重をかけて抑える。ありがとう舞一郎、これで打ちやすくなったわ。若頭、動くと苦痛が長引きますよ。一発で終わらせましょうよ。やだやめてくれ。それじゃあね上田、今までいろいろと世話になったわね。あなたは私のことを少し舐めすぎたのよ。さようなら。再度茶化を若頭に向ける綾香。俺が思わず目をそらすと、パンッと大きな音が廃校場内に鳴り響く。終わったわ舞一郎。明るい綾香の声に俺はほっと胸をなで下ろした。そしてこの日を境に弥勒組の若頭は姿を消した。若頭が失踪してから1ヶ月が経った。若頭補佐が若頭となり、弥勒組は運営されていた。もう若頭であった上田が帰ることはないだろうと幹部たちが正式に任命をされた。若頭補佐が若頭に、本部長が若頭補佐にと一つずつ出世をしたため、射程頭が空席になった。舞一郎、あなたが射程頭になってくれるわね。はい、精一杯頑張りたいと思います。そして俺が射程頭の座に就任をした。その日の夜、自宅リビングのソファーでくつろいでいると、膝の上に綾香が頭を乗せてゴロンと横になる。のんびりと二人でテレビを見ていたら、突然綾香がテレビを消した。ずっと聞きたいことがあって、いいかな。緊張した表情の綾香に俺は首をかしげながらも答える。どうした？私はずっと舞一郎が好きだったから、弥勒組に入ってくれて嬉しかった。なんだよ急に。笑って言うが、彩香は真剣な表情だ。どうして急にヤクザの世界に入ったの？まだ聞いたことがないから教えて。そうだね、小さい頃からしっかり者の彩香だけど、弱いところがあるの俺は知ってる。だから彩香が組長になるって聞いた時に心配になったんだよ。そんな彩香を守りたくて弥勒組に入ったんだ。初めて話すことで俺はなんとなく恥ずかしくて少し笑った。組長を下っ端が守りたかったなんて変な話だよな。照れたように笑う俺の首にするりと彩香が両腕を回して抱きついてきた。変じゃないよ、全然変じゃない。そういう彩香の目には涙がにじんでいる。俺は何も言わずに彩香の背中を優しく撫でた。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。